いやー、巨人も前半戦いろいろありましたよね。ちょっとね、出来事というか、まあいろんなこと起きたじゃないですか。イライラしたこともあったら嬉しいこともあったけども、ちょっと一括して、まとめて、ちょっと皆さんで、共有しましょうよ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、前半戦ね、終わりまして、今、オールスター休みというところで、ちょっと野球がなくてね、まあ皆さんね、暇だと思うんです。暇というかね、ちょっとこう、物足りないところあると思うんです。まあ僕もなんですけど、で、ちょっと、まあこういう機会でもあるんでね、前半戦、まあ長かったですけども、どういったことが起きたのっていうところを、ちょっとピックアップしまして、主な出来事というかね、これを見ていただければですね、巨人で、今年、まあオフぐらいから、今まででね、どんなことが起きたのかっていうのを全部把握できるような動画になってます。じゃあね、もう早速、もうたくさんね、振り返っていくことがあるんで、もう早速本題に入っていきたいと思うんですけど、まずね、去年からの変更点と言いますと、まあ原監督からですね、まあ安倍監督に、まあ、監督が変わったというところは非常に大きいですよと。まあ原監督も、まあ第3次政権かな ?3 回目の監督なんかなっていうところで、まあ非常に第1次、第2次というところで、まあその非常にいい成績を出してきてましたけども、まあ昨年に関しては、まあ2年連続 B クラスというところで、まあ不甲斐ないというところで、まあ安倍監督がね、後任を任されたという形で、まあ、新しい監督になるっていうことは、まあ、新しい野球になるということなんで、今まで使われてきた選手であったりとか、逆に使われてなかった選手なんかにも、光が当たる場合っていうのが結構あるんですね。で、そういった上で、まあ、安倍監督の野球っていうのはどういった野球だったのか、どういった野球を目指していくのかというところにね、非常に注目が集まっておりました。でですね、二つ目なんですけども、やはりね、安倍監督っていうのは、非常に、高い打撃技術を持ってね、ホームランバッターでありながら、やはりキャッチャーでしたよ、というところで、安倍監督が目指した野球はですね、守り勝つ野球というところをもう就任当時からね、当初から言っておりました。まあその、やはり、ヘッドコーチ時代ですね、まあその原監督がやってた時にですね、なかなかこう、ホームランを打ったりとか、打率はチームではいいんだけど、なかなか勝てないよと、阪神にボロンチョにやられたよというところがありまして、やっぱりバッティングだけじゃ無理だなって、守り勝たないと、結局1点を取りたい時に最後取り切れないと、負けるんだなっていうのを多分、おそらくヘッドコーチ時代にめちゃくちゃ痛感したと思うんですね。だから自分が監督をやる際にはですね、まあ、打つのももちろん大事。もちろん大事だけども、やっぱり基本は守りだよというところを、就任当初からですね、言っておりまして、それが、まあ今年ね、すごくハマってるというか、まあ、すごく守備も硬いですし、ピッチャー陣もね、しっかり整備しましたから、そういったところで、まあその、あまりね、ホームランが今年出てないというのもありますし、得点力もね、どのチームもまあ下がってることが結構、あるので、その、まあ、時代にフィットじゃないけども、非常にこう、時期的にもそういう野球を目指したっていうのは非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、開幕前ですね、門脇選手をショートで、レギュラー、坂本選手をサードで、岡本選手をファーストで、もうレギュラー確約するよというふうに言ってました。今振り返ると、まあ非常に、まあ信頼度があるというかね、まあこう活躍してくれないといけない選手だっていうふうにね、いうふうな意味合いで確約をしてたと思うんですけども、実際に、まあ岡本選手はね、ずっと4番で出てるんですけども、まあ門脇選手だったりとか、坂本選手はちょっとこう、立場が危ぶまれてるというか、まあその門脇選手に関しては、まあ初めね、出てましたけど、ずっとね、まあその守備でのね、ミスもありましたし、打撃も不振というところで、まあ、伊豆口選手にね、レギュラーというか、まあ、その出場機会を奪われたりとか、まあ、坂本選手の場合は、初め5番を打ってましたけども、非常に、まあ、状態も上がってこずというところで、まあ、先日はですね、まあ、その2軍に、放牧というかね、そういったリフレッシュ休暇じゃないけども、そういった形で、降格しておりましたし、まあ、上がってきてからもですね、まあ、その、僕が見る限り打撃内容は上がってきてるんですけども、なかなか結果というところはね、まだ出てきてないというところで、まあ、そうやってね、シーズン当初、
そうやってレギュラーを確約されてたようなね、選手の3分の2がですね、うまくいってないというところで、まあ非常にまあ野球というのは何が起きるかわからないなっていうふうなところはね、非常に僕も強く感じております。でですね、これは非常に巨人ファンの方のね、やっぱり怒りを買ったと思うんですけども、このオドーア選手ね、オドーア選手を獲得、まあ外国人で助っ人として獲得したんですけど、まあその阿部監督はですね、まあまだ状態が上がってないから、まあ開幕はまあ2軍でね、まあもうちょい調整して、状態良かったら上げるよというふうなね、ことをね、オドーア選手に言ったところ、まあ、そんなありえないと。もうそんなもうそうやったら変えるわっていうところで、まあ契約をね、まあ無視してというか、まあ帰ってるんですね。で、皆さん結構疑問に思ってらっしゃると思うんですけど、あれね、契約途中で帰ったりするじゃないですか。僕の予想というか、僕の見解では、あれね、例えば、オドーアなんぼやったか、年俸なんぼやったか忘れたんですけど、何億かもらってるじゃないですか。1億か2億かぐらいもらってるじゃないですか。で、あれ多分途中で帰っても、あれ払われるんですよね。だから、結局、あれもう契約を結んだ時点で、まああれ12等分してるんですね。だから1億やったとしたら、1億を12等分してるんですね。で、毎月25日かなんかに入るんですね。だから、オドーアは緊急帰国というか、もうそんなにあかんわ、つって帰ってるけど、その年俸っていうのはジャイアンツが支払われ続けるということなんで、だから言ったらただ働きみたいな感じなんですよね。ただ働き？帰ってんのに給料入ってるみたいな感じなんで、まあジャイアンツからしたら最悪やなっていう。ところでもまあ結果的にまあそのオドーア選手がまあどれぐらい活躍してたかちょっとわからないけど、まあその代わりにですね、後で説明しますけども、ヘルナンデス選手であったりとか、ああそういったところを獲得して、まあ非常に補ったっていうのがあるんで、非常にね、まあそういったところはまあ良くもあり悪くもあるっていうところでね、非常に、まあナイスカバーだったんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、まあそのシーズン当初ね、初めの方梶谷選手であったりとか、非常にいい活躍しましたと。開幕戦でね、ホームラン打ったりとか、ファインプレーしましたと。ただ、古傷の左膝がね、痛んで、今もなおね、まだファームにいると。で、メンデスであったりとか、グリフィンなんかも、まあ、先発のローテ、ずっと回ってくれるよっていうふうにね、期待してましたけども、メンデスも中日戦かな。あんまりいいピッチング、ファーボールをね、出しまくって、そのランナー全部返しまくって、で、2軍に降格と。で、まだ、未だに上がってきてないと。で、グリフィンに関しても、まあそのファームに行ったんだけど、怪我かな、ファームに行ったんだけど、まあそこから復活してからですね、非常にいいピッチングをしてくれてるというところで、まあシーズン当初、計算してた選手たちがどんどんね、離脱してるっていうのもあるのかなって。でもそれをみんなでカバーできてるっていうところも非常にあるんで、まあこれもね、どちらも、まあ、良くも悪くもというところではないかなというふうに思います。で、まあ、ファンの方の中ではね、非常に、復活という言葉がふさわしいんかなというふうに思うんですが、菅小葉復活ですよね。菅小葉っていうのは、菅野さんと、小林選手のバッテリーのことを菅小葉っていうふうに言うんですが、まあ、その、今までね、まあ、どちらかというと、まあ、菅野さん、まあ、小林さんもそうですけども、まあ、どちらもね、出場機会というか、まあ、菅野さんも、ちょっとね、不甲斐ないピッチングが続いてたところはありましたと。で、なかなかこう、大城さんが出てることが多かったんで、小林選手が被るっていうことはあまりなかったですけども、今年に関しては、菅野さんがね、非常にもう、キャンプの時からですね、もう非常に状態がいいと。もっと言うと、自主トレの時から非常に状態がいいよっていうふうにね、自分でずっと言ってたんで、多分相当状態はいいんだろうなっていうふうに思ってて、でね、実際やってみても、実際シーズン入ってみてもめちゃくちゃ調子いいと。で、それの要因としてもですね、やはり、まあ、菅野投手のね、調子っていうのもありますけども、小林投手がね、しっかりこうバッテリーを組んで、まあ、あうんの呼吸というか、まあ、同い年で、今までずっとバッテリー組んできてというところなんで、まあ、サインをね、首を振ることもまあ少ないですし、非常にこうテンポのあったというかね、うん、非常に息のあった投球をね、やってましてね、非常に前半戦、菅野さん、活躍してくれましたし、菅野さんが投げるときは小林投手が被るというね、ところがもう固定化されてきてますからね。そういったところで、非常にね、菅小葉の復活というのはね、ファンの中でも、待望の復活だったんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、シーズン入りましてね、まあいろいろ試行錯誤、まあ怪我人であったりとかいろいろしてましたけども、やはり今年のね、特に前半戦の序盤っていうのはですね、
まあ歴史的頻打というかですね、まあそのなかなか打てないっていうのがもう皆さん思ってたんじゃないかなって、僕もね、この YouTube でたくさん、ブチ切れてきましたけども、歴史的頻打、まあいろいろありました。12試合かな、9戦連続2点以下とかね、2得点以下とか、12本ヒット打ったのに、2点しか取れなかった日とかね、もうとりあえず点が入らないというか空回りというか、なんかうまくいかないっていうね、それにプラスして、それに加えてですね、まあ安倍監督のバント采配っていうのがね、結構こうファンの中でこうなんていう、あの審議というかどうなんだみたいなところありましたけども、まあ僕の意見としては、まあそういったそのなかなか打てない時期だからこそ逆にバントをしてたのかなって、どうせ打てないからランナーも進められないやろお前らみたいな感じで、お前バントしてやるって。でもそのバント出してるんだけど、バントの成功率も6球団の中でも一番悪いというところで、非常にね、そのなんかこうチグハグというかね、もう全部がうまくいってないみたいな。でピッチャーは頑張ってるんだけど、得点があまりにも取れなさすぎるから勝てないっていうのがねあったんで、そういったところで去年のピッチャー陣だったら間違いなくもう最下位だろうなっていうぐらいのレベルで点が取れなくて、まあ、点は抑えてたんだけども、勝てないっていうところがね、序盤ありました。はい。でですね、まあ、選手の個々のところを見ていきますと、まあ、岸田選手の台頭なんかは結構大きい、まあ、出来事なんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、大城選手がね、もともとずっと被ってましたと。で、まあ、小林選手もね、いたというところ。で、まあ、昨年まではですね、まあ、岸田選手って、まあ、エンジン番長とか、ちょっとまあ、たまに、出るぐらいかなっていうところだったと思うんですけど、まあ、今年は、まあ、非常に出場機会を大きく伸ばしてまして、やはり、初めはやっぱ打てたことが大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ、配球とかもね、もちろんあるのかもしれないですけども、やはり、岸田選手がこれだけある程度打てるんだったら、ちょっとね、先発も使ってみようというところから始まって、出場機会をね、大きく伸ばしていったっていうのがあるので、非常にね、チームとしても大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、まあもっと選手のところを振り返っていきますと、大城さんであったりとか、坂本選手をファームへ降格というところ。まあ、もうこの選手二人はですね、まあ億以上、1億以上もらってる。まあ坂本さんに関しては5億、6億もらってるような選手ですから、なかなかファームっていうところね、落とすっていうのは、まあ勇気のいることだと思うんですが、そこをね、安倍監督はしっかり9月とか8月、9月っていう一番しんどい時期に、チームとしてね、機能するというか、勝っていくためにはというところで思考でね、ずっとね、采配をされてまして、そのためには、今ね、この二人にファームで調整してもらって、調子を取り戻してもらった方が、チームにとっては、プラスになるという判断で、放牧というかね、そういった形で2軍に降格させましたと。まあ、非常に勇気のいる決断だったと思いますけども、結果的に、まあ、坂本選手はまだちょっと、ヒットがね、あまり出てなかったりとかしますけども、大城さんに関しては5番に固定されてね、そこから、非常に活躍してるっていうのがあるので、結果的にこの安倍監督の決断というのは素晴らしかったんじゃないかな、というふうに思います。でですね、そのあたりですね、ヘルナンデスの獲得ありましたね。これが本当に救世主でしてね、まあ、オドア選手が抜けて、外国人がね、ほとんどいないと。まあ、ウレイナ選手とかもね、言いましたけども、なかなか頼りないというところありましたから、そういったところでヘルナンデスね、去年からね、オファーを出してたみたいなんですけども、まあ今年ね、入ってきてくれたっていうところで、まあ交流戦あたりからね、入ってきて、もうバカ打ちしましてね、もう、まあデータがなかったりとか、いろいろあったと思うんですけど、バカ打ちしてくれてね、本当にヘルナンデスが来てくれて、打線が活発化しましたし、本当にヘルナンデスがいなかったとしたら、どうなってたんやろっていうぐらい、ヘルナンデスなしではもうジャイアンツを語ることはできないぐらいね、今年のジャイアンツを語ることはできないっていうぐらい、ヘルナンデスの存在が非常に大きいというところです。で、このあたりでもありましたね、戸郷選手、ノーヒットノーラン。うん、対、巨人対阪神ですね。非常に甲子園というところでね、非常にアウェイの中ですね、まあ、岸田選手と初めて組んだんかな、バッテリーを。その日にね。で、それで、その日ね、ノーヒットノーランをするというところで、まあ、そういったところも、まあ、岸田選手の運というかね、まあ、その、戸郷投手が初めてこう、その岸田選手と組んだ日にノーヒットノーランってなると、じゃあ、次から戸郷と岸田を組ました方がいいんかなとかいう話にもなってくるんで、だからそういったところも岸田選手が出場機会を増やしている大きな要因じゃないかなとも思うんですね。で、非常にナイスピッチングでしたと。うん。で、
先ほど言いましたように大城選手がね、まあ、その、ファームの調整終わりまして、帰ってきましたと。で、初め帰ってきた時は、あまりこう、すぐいっぱい出るっていう、試合に出場するって感じではなかったんですけど、まあ、その転機になったのは、その、大城選手をファーストにやろうよというところなんですよね。なかなか打線があまりね、打ててなかったっていうのがあるんで、じゃあ、岸田も使いたいと。で、大城もバッティングいいから使いたい。じゃあね、大城もファーストするしかないかっていうところで、大城さんファーストにしたんですね。で、5番に固定してっていうところで、この辺あたりから打線がね、ぐわー上がってきたんですね。ぐわーって。だから、今まで5番がね、安定してなくてっていう。で、岡本選手に負担が結構大きかったんですけど、そこで、調子の上がってきたね、大城さんが入ることによって、まあ、岡本選手の負担も減りますし、まあ、ヘルナンデス、岡本で作ったチャンスをね、大城で返すみたいな、一種の得点パターンもね、増えましたからね。そういうところで非常にね、全てがうまく回り始めてきたんじゃないかな、とも感じてるんですよね、この辺あたりから。でですね、若林選手のトレード獲得ですよね。松原選手をね、まあ、西武ライオンズに、交換トレードというところで、若林選手を獲得しました。まあ、その、レフトというところで、特に今年言うとの、まあ、ショートとレフトというところが、まあ、打のところね、打つところで言ったら、なかなか貢献できてないというところで、まあ、やっぱレフトはね、外野手だし、やっぱ打ってほしいよねというところで、まあ、その、松原選手をね、出した、非常に痛手だったと思うんですけども、それによって、まあ、若林選手というね、新しい戦力を獲得しました。で、この選手は非常に足も速くて、まあ、野生味のある感じでね、で、この間もホームラン打ちましたし、非常に守備範囲でも広いものを持ってるというところで、まあ非常にその、今までね、レフトが誰にすんねんっていうところに、スポットね、ハマったような形で、非常にね、まあその、ヘルナンデス並みに、救世主かって言われたらそこまでではないんですけども、非常にね、いい選手が入ってきてくれたなっていう感じはね、思うんですよね。で、一番最後、ここさ、一番最後なんですけど、まあ、ココモンテス選手のね、獲得というところ。で、まあ、先ほど言ったように、まあ、ショートというところもちょっと弱いですよと。で、坂本さんがちょっとね、調子が良くないというところで、まあ、サード、ショートがちょっとやばいなっていう、レフトは埋まってきたけど、レフトは若林選手のおかげで、まあ、いい感じになってきたけど、まあ、サードとショートちょっと怪しいなっていうところで、ここでココモンテス選手を獲得と。で、この補強のタイミングであったりとか、補強ポイントがやっぱ明確になってるというところで、まあ、スカウト陣もね、非常にこう、いい働きをしてくれてると思いますし、この吉村さんね、編成のトップだと思うんですけど、非常にね、その、いい、なんて言うんだろう、補強もそうだし、非常にこう、なんて言うんだろう、安倍監督に献身的にね、こう、支えてるなっていうところあるので、非常にこう、一枚岩となってね、巨人、軍の球団全体として、選手たちであったりとか、スタッフを支えていこうよっていう、なんて言うんだろう、気持ちみたいなところは非常に、見えてるなというふうに思うので、まあ、ココモンテス選手が、まあ、今ね、2軍であったり3軍で調整してまして、まあ、後半戦ね、昇格してくると思うんですけど、まあ、どれぐらいやれるかわからないですけど、僕は非常にね、やれるというふうに思ってますから、まあ、ショートに入るのか、はたまたサードに入るのか、そこはちょっとね、まだ、坂本さんの、ね、状態でやったりとかっていうところも関係してくるので、まあ、断言はできないんですけども、僕はその打撃のフォームであったりとか、打撃の内容とかね、そういったところを見てると、あ、多分一軍でも多分打つだろうなっていうふうなところはあるので、非常にね、楽しみな選手でございます。はい、そんな感じでですね、ちょっと長くなってしまったんですけど、まあ、今年のね、ジャイアンツをすべて振り返っていくと。主な出来事を振り返っていくと。この動画さえ見れば、ジャイアンツの今年がすべてわかるというような動画を作っていきました。まあもしかしたらちょっと、おいおい、小山あれ言ってないやんけ、みたいな感じで、抜けてるとこあるかもしれないですけども、ちょっとね、もう一回ね、調べ直してね、ちゃんとやったんでね、ある程度のところは網羅してるんじゃないかな、というふうに思うので、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、他球団ファンの方もこの動画見てくださったらね、ジャイアンツの今年の全てがわかると思いますんで、ぜひね、コメント欄であったりとか、まあ、DM でもいいですし、まあ、メールでもいいんですけども、いろいろね、意見いただくと嬉しいです。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。